こんにちは。夢窓犬美術会の山本です。関根流建築書お話しいたします。今日は関根流で、体のこと、身体のことがほとんど書いてないわけなんですよね。心の件ですから、心の説明がもうほとんどで、体のことがですね、一つだけ、箸を取る手の内ぐらいしかですね、ないということなんですよね。形としては、形で表すとご飯食べる時の箸の持ち方ですから、普通にこう、こんなもんですかね。箸の上の方を持つんでしょうけど、そのまま剣を持つ手だと。そして、それぞれご飯なり、食べ物によってその箸で食べるの時と同じぐらいだと。それ以外何も足すものはないということなんですよね。体に関してですね。そうしますとですね、いろんなこう、私の方にも質問が来るわけですね。会員の方からも、足の運びはどうですかとか、自然に任しますよとかいうことになるんですけど、止まってしまうわけです。 言葉が止まってしまって、はあ、そうですかということになるんですけど、関根流建築書の方には、先ほど言いました通り、箸を持つ手のうちでそれぞれ食べ物に向かって自然に食べるぐらいだという以外何も足すものがないと。もし足すものがあれば、違ってくるよと。ちょっとそこのところ、書いてあるところを読んでみたいと思うんですけど、ですね、朝夕のものを食うときに、膳に向かって箸を取る手のうち、太刀を取るによし。飯に向かって箸を取り直して食う心にて、敵に向かって太刀を用いるまでの働きのほかには、何なりとも、一毛も足すものはないということなんですね。もし少し添え足すものあれば、当流聖樹の人にはあらず。そのことを、説明してるわけなんですけど、これがですね、逆に言いますと、これ非常に楽で、じゃとりあえず、剣をですね、箸を持つ時の手の内ぐらいで、保持してるような感じですよね。それでいいだけだと。そして膳に向かってご飯のですね、箸でそれぞれの、食べ物を取り分けるようなものだということなんでしょうね。ということはほとんど何もしなくていいってことですね。何もしなくていいというか、剣を持ったまま自然に任すということなんですけど、最初聞きましたですね、やっぱり質問がなくなってしまうと思うんですよね。追求している方が、心の件ですから多いと思いますんで、そこのところをよく吟味してみますと、関根に書いてあります、その勝敗を取り沙汰しないと、勝敗じゃないんだってことなんですよ。優れた、所作を研究して、
見事に勝つ方法を得る方法ではないということなんですよね。そうじゃないんだ、全く違うんですよ。相打ちで構わないと言ってるわけですから、生死の時であってもですね。じゃあ何なんだというと、まあ赤裸々で書いてあるとおり、やはり君子の状態だということなんですね。勝敗はない、もう子供赤ん坊血のみをそこに帰った状態で、打たれるなら打たれてしまえということなんでしょうね。そしてもし何か自然現象で現れたら、剣が動いたら、それがまあ無重心剣術だということなんですよ。そうすると、まあ何回目かの時にですね、申し上げたかもしれないんですけど、顔の表情とかですね、例えば口をぐっと、一文字に噛み締めるとかですね、目をつり上げるとかってすると、その辺もよく考えると、その箸を取る手のうちに何か足すものがあるのかなというところなんですよ。じゃあそれもするなということなんで、まあ、それが心の剣で、まあ、先ほど申し上げましたように、それはまた楽な道でもあるわけですね。肩の荷が下りたような 勝敗を競わないわけですから。そしてまあ自然に任すということですね。で、出なければ出ないもよしということなんですけど、その状態ぐらいになった時にどうも自動制御反応が現れるようなんですよ。あれかなと、これかなと、こうかなあかなとこう考えてですね、工夫に工夫を重ねて出るので、その自然現象が出るのではなくて、何もかも忘れて、勝敗も忘れて、子供も赤ん坊血のみごに帰った時、まあ、それに近づいた時ですね、現れてくるようなんですけど、またこれを参考にしていただければ、心の剣はもうすぐそこにあるということになりますので、まあ、ぜひ参考にしてみてください。ではまたお会いいたします。